ミネストラマリタータはイタリアのカンパニア州で主に作られているスープであり、ナポリの伝統料理である。ミネストラはイタリア語でスープを、マリタータは既婚者を意味する。アメリカ合衆国でもイタリア系移民によって持ち込まれた料理として広まっており、アメリカ合衆国ではウェディングスープもしくはイタリアンウェディングスープと呼ばれ、アメリカ合衆国のイタリア料理店では一般的な料理となっている。 ミネストラマリタータは、緑黄色野菜、肉類を澄んだ鶏のブイヨンを使用して煮込んで作る。また、この他に、カバテッリ、リゾーニなどのパスタ、レンズ豆、細切りにした鶏肉を加えて作ることもある。ミネストラマリタータのマリタータは、既婚者を意味し、材料として用いる緑黄色野菜と肉類をよく混ぜ合わせて煮込む工程を結婚に例えた表現である。 ミネストラマリタータは、ラツオ州南部やカンパニア州で、クリスマスやイースターなどの祝日の料理として食べられていた料理を発祥としている。ありがとうございます。